こんにちは、兄です。明日からですね、特急じゃ始まりますね。で、今日いろいろ発売だったのでまとめて買ってきました。まずはソフビです。これはどうして買ったんでしょうね。いろいろ買ってカゴに入れてるうちにですね、気がついたら入ってましたね。はい、近いうちに、来週かな、ちっちゃいやつですね、ソフビヒーロー、食玩のソフビヒーロー出るので、それも多分買うと思うので、まあ大きいのとちっちゃいの揃っていくと思います。次、特急バックル。これはまあ腰に巻いてなんか変身の時に使うんでしょうかね。まだ全然わからないです。で、シールド列車付属、なんかこの中にも電車のおもちゃが入ってるみたいですね。そしてこれが、なんか開いてシグナルシードっていうやつになるみたい。これなんかすごいな。っていうか、これ全部買わないとなんかダメな雰囲気。まあ全部買うからいいんだけど、はい、裏面はこんな感じです。他の電車ともこのなんだっけ、シールド列車か、これをくっつけられるみたいですね。はい、次、特急ブラスター。スコープ列車をセット、キメロ必殺攻撃、これだ、これがスコープ列車。すごいですね、銃のところに列車が入ってるんですね。で、まあお約束のね、銃と剣ですね。はい、剣にも変形できます。裏面はこんな感じで、銃と剣になりますよっていう説明と、あとここにスコープ列車をセット、これにもね入ってるんですよ、列車がね。なんかセリフが、撃ちますよ、ご注意ください、ご注意ください、もうなんか緊迫感ゼロな武器ですねこれ。大丈夫なのかな、特急じゃ。結構ギャグ的な要素が強いんですかね。はい、これでモードが変わると、なんか撃ちますとか切りますとか変わるっていうみたいです。うん、面白そう。そして最後が、もうメインですね、特急王と特急チェンジャー。これは別々で特急王と特急チェンジャーで売ってるんですけど、まあ、どうせ2つ買うのでこうセットになってる箱を買ってみました。こっち側が特急王で、まあ、いわゆるロボットですね。で、こっち側に特急チェンジャー、手につけてなんかやるみたいですね。箱はね、そんなに大きくないんですよこれ。予想ではもっと大きいのかと思ってたんですけど、2つセットで恐竜人の箱と同じぐらい、ちょっとちっちゃいかな。しかも厚さもそんなにないんで結構コンパクト。裏面は特急王の写真と、あとそれぞれの電車、あと特急チェンジャーの写真ですね。一番下に脅威の全長約 1.2 メートル。ああ、全部くっつけるとこんなになるってことですね。 1.2 メートルって相当ですよ。うん、いやー、特急を今のところまだかっこいいとは思えないですね。うん、形としてはもうなんじゃろうこれっていう不思議な感じ。電車のロボットを一つ持ってるんですけど、ちょっとね、それと対決させて遊びたいですね。すっげー楽しみ。それではですね、開封してどんどんレビューを作っていきたいところなんですけども、これはですね、明日の放送を見てから開封したいと思います。子供がね、特急車を初めて見て、それからこれが渡された時にどういう、リアクションをするのかっていうのをちょっと見てみたいと思いますので、ちょっと開封動画とかね、レビューとかお待ちください。それでは次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。うわ、動くんですけど、このパイプだけに繋がれてるので、あんまり